本は友達。柳瀬隆さんはアンパンマンを書いた人です。他にもたくさんのお話や歌の詩も書いています。童話の王様、柳瀬隆文。僕が2年生の皆さんにおすすめしたいお話はアンデルセンやグリム兄弟が書いた童話です。アンデルセンは醜いアヒルの子やマッチ売りの少女、人魚姫などを書いた作家です。グリム兄弟は赤ずきん、狼と七匹の子ヤギ、ブレーメンの音楽隊などを書いた作家です。アンデルセンとグリム兄弟は童話の王様ですね。素晴らしい作品がたくさんあります。僕はアンデルセンの作品では特に雪の女王が面白かった。主人公が冒険の旅をするところがいい。ドキドキします。グリム童話だとヘンゼルとグレーテルですね。僕も小学校2年生の時に読んで、お菓子の家がいいな、屋根のところは瓦せんべいだろうかなんて考えたこともありました。僕は子供の頃からたくさんの本を読んできました。子供の時に読んだ本でも大人になってから読み返すとまた楽しい発見があります。同じ本を繰り返し読むのも楽しいものです。本には絵のないものもたくさんあります。そこで僕たちは本を読む時に頭の中でお話の絵を思い浮かべながら読んでいるわけです。自分の頭の中で本の中の人物がどんどん動いていく、それがとてもいいんです。本を読むことは考えることの訓練にもなります。これは大人になってからもきっと役に立ちます。皆さん、本をたくさん読んで楽しんでください。2年生の本棚から好きな本を探して読んでみましょう。僕、アンパンマンです。僕の顔は丸いから太陽に似てるよね。僕らはみんな太陽の光に照らされて生きているんだ。太陽の子供なんだ。元気に明るく、みんな仲良くして生きていこうね。アンパンマンはいつでもみんなの味方だよ。困った時は僕を呼んでね。僕らはみんな生きている、生きているから歌うんだ。僕らはみんな生きている、生きているから悲しんだ。手のひらを太陽に透かしてみれば、真っ赤に流れる僕の血潮。ミミズだって、オケラだって、アメンボだって、みんなみんな生きているんだ。